はい、吉田隆の教え方チャンネルです。5月14日に横領した隆セミナーということで、模擬授業を中心としたセミナーを開催しました。その中でですね、話し合いの授業をどう盛り上げていくかということについて、お話といいますかね、模擬授業を通して体験していただきました。今日はそのビデオの一部をね、利用しながらお話をしていこうと思います。はい、それではどのような模擬授業をしたかということなんですけども、6年生の社会、聖武天皇と大仏ということで、教科書を開いていただいて、東大寺の大仏について分かったことをノートに箇条書きしていただきました。続いてその内容をもとに、聖武天皇はどうして大仏を作ろうとしたのですか、大仏作りのために働いた人は何人ですか、どのような材料を使ったのですかということで、重要な、ね、ポイントだけ確認をしました。そこからなんですけども、人々は大仏作りに進んで参加したと思いますか、いやいや参加したと思いますか、ここが話し合い活動の中心ですね。そしてここで話し合いをしていただいた後、最後に、当時銅はダイヤモンドぐらい貴重なものでした。当時の人口は500万人、貴族は1000人ぐらいでした。どれぐらいの人が銅を寄贈したと思いますかというふうに聞いて、37万2075人でしたと。当時は仏の力で病気争いを鎮めることができると思っていました。聖武天皇の考えに賛同した行基は日本中を回って大仏作りに協力するように説きました。大仏作りに苦しんだ人もいると思いますが、多くの人が進んで協力したのですと、こういった形で授業を終えるというような形の模擬授業を行いました。はい、それではその話し合いの部分をちょっとクローズアップしてみましょう。人々は大仏作りに進んで参加したと思いますか、それともいやいや働いたと思いますかということで、まず考えと理由を書いていただきました。どうですかね、5分ぐらい作業時間取ったと思うんですけども、そこでね、いやいや参加した人と聞きました。3人でした。進んで参加したというふうに聞きました。これ8人でした。それでね、少ない方の人3人の人から理由を言ってもらいました。大仏作りの仕事はとても大変と、家族に会えなくなると、農民は仕事ができなくなると、だからいやいや参加したんだということですよね。一方、進んで参加した人、これ8人全部ですとね、ちょっと時間かかるので、言いたい方ということで、中国やインドからもお客さんがやってくるような大きなイベントだったので進んで参加したと。人口500万人中260万人も参加したんだから、これは進んで参加したんだと。それから行基は民衆に慕われていたと、その行基が協力を呼びかけたんだから進んで参加したと、このような形になりました。ここまではいわゆる討論の進み方通りですよね。考えを書いてもらって、分布を取って、少ない方から意見を言ってもらうと。はい、そこでいやいや参加した、進んで参加した、それぞれ意見言ってもらった後に自由に意見を言ってもらったんですけども、やはりね、深まりがどうしても出ないんですよね。実はですね、私、参加者の方から意見が出た時に、この意見は使えるなというのを頭に一つ入れておきました。それはこれですね、500万人中260万人も参加したと、だから進んで参加したんだという意見ですね。これは面白いなと思いました。そこで、人口の半分ぐらいの人がいやいや言ったとは考えられないと、こういう件についてどう思いますかというふうに聞いていったわけです。これはね、列で示していったんですけども、いや何とも言えないと、いや半分も言ったんだから同意したと考えられると、いやいやウクライナの兵士のことを思うとね、やっぱりたくさんの人が行くということはもうね、進んでいったんだと、こういう意見が出ましたね。さらにはですね、学力調査はそうじゃないだろうと、国の指示でもやってるんだと、これは進んでやってるとは言えないという反対意見も出ました。さらにはですね、いやいやだったらきっと反乱が起きてくると、そういう反乱が起きてないんじゃないかというような話になってきました。ここまでいくとね、結局、参加した方々がどういう知識を持っていたか、どういう経験を積んでいたか、それからどういう考え方を日頃持っていたかというところが反映されてくるんですね。社会科の授業も最終的にはね、そういう形になってきます。そうなるとね、話し合いが非常に盛り上がってくるわけです。はい、実はですね、この話し合いをさせる前にあらかじめね、一つ話題を準備しておきました。それは、大仏を作ったぐらいで社会の不安は静まるのでしょうかということですね。当然ね、この時代の人たちは信じていたと思うという意見が出ました。そこでね、今はどうですかと、仏像を建てたら社会は平和になると信じている人というふうに挙手を求めました。誰も手を挙がりませんでしたね。で、いないですねと言ってね、
いや、そしたらね、またこの時代の人だから騙せたと思うという意見が出てきまして、まあそこでね、ということは聖武天皇は信じていなかったんですね、というふうに、まあ、さらにこう問い返しました。まあその後ね、不安な時代なので、何か一つのものに向かわせるんだと、そのことによって社会の平和を沈めと、平、あの不安をね、沈めようとしたんだと。またはね、農民は困っていたので、物が欲しかったと思うと、仏様じゃなかっただん、と思うという意見も出ました。さらにはね、厳しい生活をね、農民はしていたので、そこから逃げるために仏をね、信じたのかもしれないというような意見が出ました。まあこれなんかもね、先生方、参加してくださった先生方がね、どういうふうに当時の時代のことを捉えているのかということを聞くような形にしたわけですね。このように話し合いの中から、これは広がるなと思う意見を拾い上げる、あるいはね、話し合いを活性化させるために、ある程度最初から話のね、話題を準備しておくと。こういうことをしないと、話し合いってなかなか広がっていかないんですね。それではですね、そのね、様子ね、雰囲気だけです。本当に雰囲気だけを味わっていただきたいと思いますので、短いね、ビデオを見ていただこうと思います。本当に大仏作っちゃうぐらいで、社会の不安は静まるのかということなんです。これについてはね、この時代の人だから騙せたのかなと。騙せた。嫌です。ということは、あれですね、笑点は信じてなかったんですね、これ。そうではなくて、信じていたかもしれないですね。やっぱり氾濫とか災害が起きていたからこそ、人々の心を一つにこうまとめて国を収めるためには、何か一つのものに向かわせる必要がある。で、そのために仏というものを前面に出して、大きな大仏を作るということに、みんなの気持ちとか財力とか、そういうものを集結させて、そうすることによって国全体をまとめようという考えのもとに作られたと思います。ということは、聖武天皇は信じてなかったんですか？いや、それ、仏教で静まるということを信じていたと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方をお願いしたいと思います。